神崎市、コミュニティバスのバス停神崎市巡回バスは、佐賀県神崎市が運行している、コミュニティバスである。神崎市の神崎駅と、旧神崎町域各地を結ぶ路線と、旧千代田町域を結ぶ路線がある。実際の運行業務は、神崎市内のタクシー会社である、神崎タクシーと、ジョイックス交通に委託しており、両者が、 ジャンボタクシー用車両を使用し、乗り合いタクシーとして運行する。なお、2016年の神崎タクシー撤退以降は、ジョイックス交通がすべて受託運行している。神崎市では、市域中央部の旧神崎町域を国道34号が、市域南部の旧千代田域を国道264号がそれぞれ東西に通っており、 双方に西鉄バスが運行されているが、旧神崎町域と旧千代田町域を結ぶ交通機関がなく、また、地域南端部を通っていた探し A バス向島線が2008年6月30日、限りで廃止されていた。交通空白地域の解消と、地域間の交流促進のため、2009年1月9日に、 神崎市地域公共交通活性化協議会を設置、同年2月20日に地域公共交通総合連携計画を策定し、同年7月17日より3年以内の期間の実証運行として運行を開始し、2012年4月1日から本格運行を開始している。旧神崎町域を巡回する神崎コースと旧千代田町域を巡回する千代田コースがある。 神崎コースは、神崎タクシーが、千代田コースは、ジョイックス交通が運行する。一部区間や危険な箇所などを除き、運行行路上であれば停留所でない場所でも、乗降可能である。日曜、祝日、年始は、全路線運休する。2012年10月1日から2015年9月30日。 旧神崎町域の路線は、大ね長崎本線以北の地域を、ループ状に巡回する、神崎北コースと大ね長崎本線以南の地域を、ループ状に巡回する、神崎南コースに分割され、旧千代田町域の路線は、旧町域西側を、ラケット状に巡回する、千代田西コースと、旧町域東側を、ラケット状に巡回する、千代田東コースに分割された。 また、2014年10月1日より、神崎北コースの路線延長及び、千代田東コースのバス停一箇所移設が実施された。バス停名は2015年9月30日時点の、もの。2010年11月1日から2012年9月30日、右回りのゲ路ロ、左回りは、逆順神崎コース。 千代田コース2009年7月17日の2010年10月31日、運行開始当時は、以下の3コースだった。全バス停記載、丸は右回り、は、左回りの未停車間崎コース10段コース。千代田コース利用料金は、中学生以上が200円均一、小学生が100円均一、入用時は無料。22枚綴り2000円の回数券がある。 神崎駅で巡回バスを乗り継ぐ場合、乗り継ぎ券を受け取り、無料で乗り換えが可能。神崎タクシー、ジョイックス交通とも、トヨタハイエースを使用している。巡回バス事業有限会社ジョイックス、交通ウェブサイトハット ABC7 月17日から、神崎市巡回バス実証運行が始まります。司法神崎2009年7月号。 神崎市巡回バスの運行内容が変わります。司法神崎2010年11月号 PQ、巡回バス実証運行2年目を迎えて、司法神崎2011年8月号 PQ、巡回バス4月から、本格運行開始。司法神崎2012年4月号ピアニッシも、6から7巡回バス10月から、毎日運行。 司法神崎2012年9月号キア日誌も2から3、神崎市巡回バス運行内容の一部変更から、司法神崎2014年9月号 P9、10月1日から、巡回バスの運行内容が一部変わります。から、司法神崎2015年9月号 P6、ありがとうございます。